月刊書道復刊第1号作品のまとめ方行書隅山南北読み流動遠くわかる単人の水確証高く映図赤城の霞わけ竜の住むという洞穴からは先端を練る水を分け取り鶴の巣かける松は赤城山の霞に映じている作品の意図構成並びに墨継ぎなど牧場筆形のページを送りつつ春にふさわしい句を得りひとまず半紙半折りに縦長に書いてみる面白くできそうなので筆取って紙に向かった龍はうんと小さく作るべく考えたしかして銅はこれよりやや大きくしようとし三髄も慎重にポタポタと筆を押し付けて銅の形も単調にならぬよう工夫した遠い字はここぞとばかり大きく思い切って大胆な字形を取りこの作品の主要部にしようと考えた分ける字はその反対に思いっきり小さく作り単字も小体だががっちりとした肉体にして文字を支えようとしたそこで今度は単角である「い」字は体は大きいが単字の反対に肉の細い字として軽くさらっと書いて変化を図ったここまでが一筆であるこの6字を一筆で書くためには相当の太さの筆でなくてはならないことはお分かりと思うすなわち私の使用したのは軸の太さ計6部の離定和の剣である次に水字から墨を継いで鶴松高生えると5字書いたのであるしかしこの墨継ぎは最初の流動と書く折よりもはるかに少量を継ぐのである墨継ぎと一口に言ってもいつも同量に墨を継ぐと考えてはいけない常に加減をしてあるいは多くあるいは少なく糸に合うよう墨を継ぐべきである分かりきったことながら一言復元しておくここでは流動円字などに対してすなわち木量の多い右行に対して松高い生えると活筆にして潤滑の変化による美を表しがたいとの意図から水字で岩木をする自分に少量の岩木にとどめておくのである水字小さく鶴字やや大きく作って第1行目の落着を図る松字うんと小さく高い字反対に大きく A 字また小さくというふうにして形から申しても木量から申しても変化あり調和あるよう工夫をするさてここでまた墨を継いで赤白と移るのであるとすると第1行目文単い字でやや活筆の生じてきた左隣に十分に岩木された赤白二字が来ることによって左右変化の美がおのずから生まれてくるのである最後に版画の霞字で全幅を落ち着かせるよう作ったついで南北同人書の落款は霞字を書いたそのまま筆を改めず墨も継がず全くそのまま書いて収めたのであるなお位置は高いと A との中間の空白部から書き始めて赤白二字の空白部に人が行くようにしさらに画印が白字の左の余白に2か収まるよう応印して全幅が変化と調和のうちにまとまるよう考えた半紙1草書読み春水説教公共わけ春の川に石橋がかかっておりそこに京花が赤く咲いている作り方半紙に書く場合でも半節に書く場合でも紙を飲んでかかることが心構えとしては大切である
紙を見て恐れてはいけない。どのように書こうかと一応構想を練ってさっと紙に落筆したら、その気分を壊さぬよう一気呵成に書いてしまうよう私はやっている。そのことの寮費は別として、私自身は常にそのようにやっている。全体の統一とか調和とかいう問題は途中で気分が変わると壊れる。誰でもよくあることで、書きつつ最初の考えと順次変わってくる。よく変わる場合もあるが、そのために統一を失う場合が多い。心すべきである。私はこの春水説教公共は途中で墨を継がず全くの一筆で書いたのである。ご覧の通り十分に眼木しているので、春字の四角部はポタポタしている。春の縦角と水の縦角がまっすぐに並ぶと面白くない。また春の横角と水の横角が平行するのも面白くない。春の最終角と水の収穫部も同型にならぬよう。石字の口の相加2点はこの字の生命である。橋字は右行の春に対してやや細い目。紅字は右側の水字に対して小さい目に作り、最後の安図字でやや大きく作って、左右前後の字字の大きさと重さと潤滑等の変化の美を考慮することが大切である。2行書。読み梅開き上演まず春なり。わけ梅花は御所の庭園にて咲きて、どこよりも先に春になった。作り方。梅字の第一画は十分左を長く取って、作りの重さとのバランスを測る。前は上で狭く下で広く取って安定を測る。開く字の門構えは下でやや開き気味に作り、これも安定させる。構えの中の意によって生ずる3部分はだいたい均等にする。上字は最も小さく軽く作る。円字、右の梅字との調和を考慮してやや細い目に作る。草冠の横画は左よりずっと右肩を上げることが大切である。先字の2本の横画は第1の横画はすくい気味で、第2の横画は伏せ気味に作る。最後の負荷の書き方に注意する。春字の三角目はその傾きと長さにそれぞれ変化あらしめる。また火の位置にもよく注意してほしい。